東口南浦和駅は埼玉県埼玉市南区南浦和2丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。乗り入れている路線は線路名称上は東北本線と武蔵野線であり東北本線を所属線としている。ただし東北本線の列車は電車線を走る京浜東北線電車のみが停車し旅客案内では東北線は使用されていない。 したがって、当駅は、京浜東北線と武蔵野線との乗り換え駅として、案内されている。駅番号は、京浜東北線が JK42、武蔵野線が JM25。南北方向に伸びる京浜東北線を含む、東北本線の各線路の上を東西方向に伸びる武蔵野線が、乗り越す構造となっており、地上にある京浜東北線ホーム、わらび駅方の高架上に、 武蔵野線のホームがある。京浜東北線は、島式ホーム2面4線の地上駅であり、2.3番線は、埼玉車両センターへ通じる、折り返し線となっている。当駅で車庫に引き上げる改造列車は日中を除いて、基本的に3番線に入り、大宮方面の利用者に、同じホームで4番線へ乗り換えられるようになっている。朝と夕方のラッシュ時は3番線に入り、 乗客を降ろしてから一度裏和田にある引上げ線で折り返し、始発として2番線に進入する列車がある。武蔵野線ホームは相対式ホーム2面2線の高架駅である。長らく各ホームとの連絡は改札内コンコースのみ可能であったが、2016年に京浜東北線の3.4番線ホームと武蔵野線の6番線ホームを結ぶ階段が設置された。また、 改札側に武蔵野線の5番線ホームと連絡する階段も新設された。トイレは改札内コンコースに1カ所、また多機能トイレが改札内コンコースに1カ所設置されている。駅長、助役配置の直営駅で東浦和駅を管理する。1.25番線は桜井音楽工房製。3.46番線はユニペックス製の発車メロディを使用している。 改札口一箇所である。かつては東口側武蔵野線高架下に浦和競馬場開催時に共用される臨時改札口があり、武蔵野線連絡通路とつながっていた。2020年時点ではシャッターで閉鎖されている。また、その資金にトイレが設置されている。自動券売機と緑の窓口が改札口正面に設置されている。コンコースがあるため、 改札外で東口と西口の通り抜けが可能である。2019年度の1日平均乗車人員は6144人である。武蔵野線では西船橋駅、南越谷駅、北朝霞駅に次ぐ第4位で JR 東日本全体では元谷畑駅に次いで第80位。ただし駅改札を通った人数で JR 線内の乗り換え客は含まれないので、 乗り換え客を含めた駅利用者は実際にはこれより多い。また、埼玉県内の JR の駅では、大宮駅、浦和駅、川口駅、南越谷駅、北朝霞駅、わらび駅に次いで第7位である。2007年度の武蔵野線自体の1日平均乗降人員は195,641人であり、同線内で最も多い。 JR 東日本及び埼玉県統計年間によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り埼玉市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例により当駅周辺における喫煙に対しては2000円の反則金を徴収している埼玉市文化センター浦和競馬場学校公共施設郵便局金融機関その他また 東口、西口ともに東進ハイスクールや城南予備校などの予備校や名工技塾や臨海セミナーなどの学習塾が数多く立地するため駅周辺は予備校銀座や塾銀座などと呼ばれる。当駅を発着する路線バスはすべて国際工業バスが運行している。また深夜バスとして池袋駅からミッドナイトアロー南浦和、東浦和が運行されている。 京浜東北線、最強線赤羽駅終電接続バス、赤11系統、赤羽駅東口発南浦和駅、西口港の終点でもある。かつては、武蔵野線高架下に、競馬上業乗り場があったが、長時間のバス停車による渋滞が激しいため、民間の駐車場に、バス乗り場を移設した。駐車区出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。